川崎競馬場の誘導馬が普段暮らしている旗の国際乗馬クラブを訪れたハルルン。かつて速く走るために調教されていた馬が競馬を離れて誘導馬になるためにどんな訓練を積んでいるのかを教えてもらいました。そして今回はお世話を通じて誘導馬の素顔に迫っていきます。ハルルン頑張ってね。ではハルルンに解いてもらいたい次の謎です。馬が触られて気持ちいい場所はどこでしょう。気持ちいい場所ですか。犬だったらお腹とか、猫だったら顎の下とかだと思うし、でも騎手の方って結構なんかこう、なんだろう、こう降りられた後に馬の首をポンポンポンってこう触ってるイメージがあるので首なんじゃないかなってちょっと予想したりしてます。まあそれはどうかわかんないけど、早速、お世話体験やってみましょう。ハルルンが向かったのはお世話中ですか。はい、そうです。わあ、ブラッシングやってみますか。やってもいいんですか。はい、わあ、じゃあどうぞ。失礼します。わあ、これはコツとかありますか。そうですね、これは毛並みに沿って、はい、毛並みに沿ってしてあげてください。どれぐらいの圧をかけた方が優しい。結構強くても大丈夫です。綺麗に毛がなるように。なるほど。これをすると何か効果があったりするんですか。これは毛の汚れを取るのと、血行を良くするので。血行まで良くなるんですか。そうですね。じゃあマッサージ的な感じ。人間でいう本当マッサージみたいな。はい、でも結構これ力仕事ですね。そうですね、大きいので。いや確かになんかイメージだとすごいふわふわなのかなとか、こうもっと楽なイメージだったんですけど、結構体力が使うお仕事ですね。ブラッシング体験中のハルルンですが、なんとおやつもあげていたんです。おー、おいしい、おいしいね。名前はなんて言うんですか。 BB トルネードです。 BB トルネード。ビビートルネードくん、まだいける。おー、いける口だね。おー、おいしい。どんどん。人参はやっぱおいしいんだね。私は人参スティック食べれないんだ。おいしいね。もっともっとちょうだいってなってるのかな。これはなんか意味があるんですか。そうですね、もっと欲しいって言ってます。あ、もっと欲しい。なるほど。うわー、おいしかった。もっと状態だよね。またね。やっぱり人参が好きなんですか。そうですね、人参好きですね。人参以外も食べたりはするんですか。そうですね、リンゴとか。お、リンゴ。キャベツとかも好きですね。うんうん、じゃあ主食は野菜って感じですか。野菜入り。野菜。果物。果物は好きです。はい。おー、なるほど。他に何か特殊なものを食べたりとかは何ですか。あとはご褒美で角砂糖とか。え、角砂糖。そうですね、甘いものが好きなんだ。馬用クッキーみたいなもの。そんなのも食べるんだね。美食家だね。でもなんかメインのご飯がヘイキューブ、はい、あと濃厚飼料っていうこともなんかちらっとお聞きしたんですけど、はい、それは何なんですか。普段のお食事は牧草を固めたヘイキューブと濃厚飼料を混ぜたもの。毎日朝昼晩の3食に加えておやつも食べます。体が大きいから食べる量もたくさんですね。毎食30頭分。スタッフの皆さんも食事の用意に一苦労です。いつもどんなスケジュールでこう育てていらっしゃるんですか。だいたい朝7時頃に朝ごはんをあげて、で、そうですね、それから馬の乗って運動したりして。あ朝から。なるほど。そうですね、空いてる時間に運動して、あとはだいたいお部屋で過ごしてます。あ、そうなんですね。お部屋にいるときはもう結構じっとしてる
感じで。そうですね、みんな結構くつろいでます、うん。馬はどこを触られると気持ちいいとかってあるんですか？そうですね、うん、馬が自分でかけないこの気候のところとか首の上の方とか、ここ、あ、じゃあここだと気持ちいいのかな背骨あたりですか？そうですね。おー、確かにここは書けないですよね、自分では。でね、気持ちいいと、こうなんか仕草に現れたりとか、表情に現れたりとかってするんですか？はい、そうですね、うん、鼻がふにふに動いたり、うん、ちょっと口が緩んできたりします。そうなんだ口緩んでる、緩んでるといいなお部屋ってどんな感じなんですか？じゃあ馬房を見てみますか。あ、行ってみたいです。はい、続いてハルルンは馬が暮らすお部屋、馬房を見せてもらいました。ここが馬のお家なんですね。そうですね。おー、あ、この子はアドニスくん。はい、誘導馬もやってます。アドニスアドニスはどんなお馬さんなんですか？そうですね、ご飯が近くなるとこうやって催促し始めます確かに、さっきからなんかおでこが痒いんじゃないんですか、これって早く食べたいなって。ちょうだいってことね。ちょうだいって言ってます。かわいい、アドニス、お腹が空いてたのねやばい、そう、こういう癖じゃなくて結構、馬によっていろいろなんかアピールの仕方が違うんです ね。 そうですね、お腹が空いた時の面白い。ここには川崎競馬場の誘導馬を含めて約30頭が暮らしています。この子は BB トルネードくん、実はとってもすごい馬なんですよ。わー、お家にお帰り。わー、 BB トルネードお帰り。よいしょ、大きいね。お家に入ると、あの紐そうです。口外します。うわー、お家に帰ってきましたね。わー、BB くんはどうですか？性格はどんな感じなんですか？そうですね、仕事はきっちりこなしてくれるんですけど、それ以外は我が強いですね。あ、我が強いんですね。そうなの？はい、ダービー馬なんで。ダービー馬。そうなんです、 BB トルネードは現役時代に町田直樹騎手とのコンビで東京ダービーを制覇。川崎の大レース戸塚記念や放置オールスターカップを含め重賞3勝を挙げた活躍馬なんです。こんなすごい馬が誘導馬を務めていたんですね。へえ、すごい、ダービー馬だったのじゃあちょっとやっぱボスな感じですね。そうですね、強いです。なんかこう走ったりしてるとやっぱりそのダービー馬だった頃のなんかすごいキングな気持ちというかボスな気持ちとかこう出てきたりしないんですか？そうですね、うん、誘導のお仕事中はそれは大丈夫です、うん、できる子だね、あんたできる子だね。すごい、でもあれですね、なんか警戒心なくそうですね、結構物おじはしないですね。うわー、嬉しい、すごい人懐っこい。ちなみになんか癖とかあったりしますか？癖は、うん、蔵をつけるとちょっと眠たくなっちゃいますね、うん、蔵をつけると、そんな一面があるの？でもそれはつけてその瞬間ちょっと眠そうですね、そうになるくなって動き出すと普通に動けます。でもこう馬たちは寝るときってどういう体勢で寝るんですか？基本的には立ったまま寝ることができます。このまま寝てるんですか？はい、そうなんだ。じゃあこうやってこうしゃがむというか倒れるってことは
なかなかない。そうですね、まあ倒れてこうゴローンって寝るのが好きな子もいますね、うんうん、あ中にはいたりしたら、はい、でもやっぱりこう立ったまま寝る子の方が多い。そうですね。面白い。ビビ君も立ったまま。立ったままね。あ面白いね。そうなの。でもどれぐらい寝るんですか。4時間ぐらいですかね。短っ。大丈夫？人間だったら心配されちゃうよ。でもそれで十分ってことですか。そうですね、草食動物なんで。うわそうなんだ。面白い。いや貴重なお話に体験までさせてくださり本当にありがとうございました。ハルルン、馬が触られて気持ちいいところ分かりましたか。分かりましたよ。馬はですね、自分の手が届かないところを触られると気持ちいいみたいです。あとはおやつは人参が好きだったり、ご飯は牧草を固めたヘイキューブというものが好きだったり、あとは濃厚飼料というものを食べております。素晴らしい、うん、じゃあ次の動画では誘導馬に乗せてもらっちゃいましょう。ついに頑張るぞ。足がはまった。頑張るぞ。大丈夫かな。頑張ってね。えいえい。誘導馬の食べ物やお部屋での過ごし方いかがでしたか。次の動画ではついにハルルンが誘導馬にまたがらせてもらいます。川崎競馬第11競走川崎記念様になってますね。かっこいいぞ。次回もお楽しみに。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。ナレーションは前れなこと前田れなでした。ご視聴ありがとうございました。